我々は目の前の対戦相手に、から勝ち点3を取ると、毎試合毎試合そういう、意識で試合に向かってますので、まずは今日選手一人一人がハードワークして勝ち点3を取れたということで良かったかなと思います。そうですね、ファイも今も今日はパフォーマンスはとても良かったと思いますし、そうやってローカル選手は日に日にコンディションであったりパフォーマンスっていうのが上がってきてるんじゃないかなというところが印象です。中2日ですので、まずは本当に回復優先、短い期間ですけどしっかりと準備して1月になって次の対戦相手に臨む対戦です。